戦闘爆撃機は爆弾などを搭載した位置攻撃を行う武装搭載量が多い戦闘機。戦闘攻撃機も同行で扱う。戦闘爆撃機は戦闘機と爆撃機の能力を兼ね備えた機体。戦闘攻撃機は戦闘機用の兵装と攻撃機用の兵装の双方を搭載でき、また状況に応じて戦闘機としても 攻撃機としても活動できる機体。戦闘機としても、攻撃機としても、能力を兼ね備えた、多用途機である。戦闘機に爆弾などを搭載することはできるが、対地攻撃用システムを積んでいないものは、精度が低いものになるので、戦闘攻撃機とは言わない。攻撃機の搭載量が高まった面から見れば、戦闘爆撃機と戦闘攻撃機は同じものとなった。また、 対地攻撃をメインとして爆弾を投下した後に空中戦もこなせる航空機を戦闘爆撃機、対地攻撃と空中戦の両方を十分にこなせる機体を戦闘攻撃機とする書籍もある。爆走を施した戦闘機のすべてを戦闘爆撃機とするもの、ジェットエンジンのマルチロール機と同義とするものなど様々な基準がある。 マルチロール機が発展してからは爆撃機の能力を持つ戦闘機が一般的となり単に戦闘機と呼ばれることが多い。1915年6月ドイツがプロペラ内固定銃を装備して敵の航空機を撃墜する機体としてフォッカー・アインデッカーを量産しこの駆逐機の出現を各国が見習い本格的な空中戦闘がこの機体から始まりそれまで 単一期で行われていた飛行機作戦から任務が細分化され偵察、爆撃、空戦と発展していく過程で専用機種も生まれた。1915年後半になると戦闘機、爆撃機という専用機種が現れた。しかし航空母艦が開発されると事情が変わってきた。航空母艦は 関西機を搭載できる数が決まっているため、状況に応じた戦力をより多く確保できるように、様々な任務で併用できる航空機の開発が各国で進められた。その中で、戦闘機と爆撃機を統合する動きも現れた。日本海軍の横須賀海軍航空隊、戦闘機分隊長、現場実ノ隊は、戦闘機をもってする急降下爆撃の研究に、 勢力を傾けた。源田は、戦闘機体は、主として防御的作戦に使用されているが、戦闘の勝敗を決定する、制空権を確保するために、もっと積極的に敵を攻撃する方に向けてはどうかと、考え、敵の航空母艦を先制制圧するために、急降下爆撃機を全容すべきはもちろん、航続距離の延伸、操縦性の軽快さ、 戦闘機としての流用等を考慮し、1933年から1935年に、渡って、短座急降下爆撃機の試作・採用を主張し続けたが、賛同は得られなかった。この飛行機は、制空権獲得のため、敵空母の先制空襲を主任務とするが、この爆撃が終われば、短座戦闘機として流用し得る構想であった。1934年、 空母、赤城で実施された第一航空戦隊研究会で、現田は、短座急降下爆撃機の導入を主張して、戦闘機と攻撃機の半数ずつをこれと入れ替える、意見を出した。これに対して第一航空戦隊司令官、山本56少将は、戦闘機を攻撃に使うという点には賛成したが、広報上の安全性からやはりニ座になると却下した。 アメリカ海軍の艦上戦闘機カーチス F6C は、機銃2門の他に116ポンド爆弾2発を搭載し急降下爆撃が可能であった。この機体は1937年に配備され、装備した部隊は爆撃航空隊と呼ばれた。F8C-2 では、さらに本格的な急降下爆撃機に進化し、初めてヘルダイバーの名を冠した。 f 8 c には、後に、カーチスを通し S 3 c S3C と改名され、戦闘機とは別の機体と分類されるようになった。第二次世界大戦が始まると、多くの戦闘機が様々な理由で爆走を強化、されていった。日本の陸海軍においても、戦闘機の爆走は強化された。日本海軍では、 零式艦上戦闘機に250キロ爆弾を携行できるようにして戦闘爆撃機として使用した。零戦が戦闘爆撃機として利用された理由は当時中小空母で満足に使用できる急降下爆撃機がなかったことにある。しかし爆戦なら中小空母でも活用できるし性能も99式艦爆より良く爆弾投下後は 戦闘機としてある程度の期待が持てる利点があった。しかし、搭乗員が一人であるため、洋上での行動能力が艦爆より小さく、爆撃の命中精度も二人乗りの艦爆ほど期待は、できなかった。また、優秀な戦闘機搭乗員を用意するのは、困難であり、爆弾投下後の戦闘に期待することも無理があった。ドイツでは、ボーイフレンド ボーイフレンド1 1 2に爆弾を搭載し、それを用いた戦術を研究する実験飛行隊が編成された。その実戦投入は、バトルオブ、ブリーテンジ、ドーバー海峡演弾のイギリス軍側レーダー施設を攻撃したのが最初である。参戦の遅れたアメリカでは、自国産の戦闘機が大型であることを生かし、対戦初期の総発爆撃機並みの爆弾搭載量を、 持たせて使用した。対戦後半になると、ドイツ空軍の戦闘機部隊は、戦略爆撃への対処で、手一杯になったこともあり、欧州の制空権はほぼ連合国のものとなった。アメリカおよびイギリスは、制空戦闘任務の必要性が低下した、戦闘機に、小型爆弾やロケット弾を搭載して、制空権を持たない、ドイツ軍の地上部隊を攻撃した。 いかに重厚な全面装甲を持つ戦車であろうと、上空や後部からの攻撃には無力であり、地上戦闘を前に、多くの地上戦力がこれらの爆撃によって破壊され、これをドイツ軍はヤーボと呼び恐れた。これはドイツ語のヤークトボンバーを縮めたもので、ジャガードフラグスガとボンバーを合わせた略語である。ただし、戦闘機による爆撃の命中精度は低かった。 爆弾を投下する F-4 搭載武装を前に、並べたス -24 第二次世界大戦後は、軍用機は、ジェット機が主流となり、マルチロール機の登場で、戦闘機と爆撃機の両方の機能を十分に満たせるようになった。戦闘爆撃機には、様々なタイプが登場した。戦闘機としての用途が、主、攻撃機、爆撃機としての用途が重とする、 戦闘機として設計されたが、搭載容力を生かして、爆撃能力を付加した機体。戦闘機としての用途が、銃、攻撃機、爆撃機としての用途が主とする、戦闘機でありながら、本格的な爆撃機としての装備を付加した機体。そのため純粋な戦闘機としての能力は妥協している。ただし、F-111 の場合は、 開発当初は長距離レーダーと長射程の対空ミサイルを搭載する機体として開発されたものの結果として戦闘機としての使用が不可能な大型機となったもので実際は純粋な爆撃機であり戦闘機として運用されることは配備当初から諦められたスマイナス24は当初から攻撃機として開発されており自衛目的以外で 空対空兵装を搭載することは運用上は考えられていないが、戦闘爆撃機と故障されていることが多く、西側の資料でも戦闘爆撃機として故障、区分されるのが通例である。中小国で複数任務に使用した機体もある。アジアアフリカなどの中小国へ輸出され、戦闘危険爆撃機として使用された機体。 積極的に戦闘爆撃機として使われたというよりも、他に変える機体がなく両方の任務に使われた機体である。日本では F-104J の配備によって余剰となった F-86F を対地、対艦攻撃や近接航空支援等に転用する形で支援戦闘機というカテゴリーが設けられたが、これは選手防衛の国勢のために攻撃機、 戦闘爆撃機と呼ぶことを避けたためである。この支援戦闘機としては、戦術した F-86F の後、T-2 練習機をベースとした F-1 や、政治的理由から、対地攻撃能力などを削除して、防空任務を主要ととした F-4EJ の一部を近代化回収し、空対艦ミサイルの運用能力付与や、 対地攻撃能力の復活などを行った F-4EJ 会が開発されたが、戦闘機のマルチロール化の進展などから、2005年以降溶撃機と統合されて廃止された。最後の支援戦闘機として F-16 をベースに開発された F-2 も非常に高い対艦攻撃能力を有しているが、同時に優れた空戦能力も有しているため、 実質的にはマルチロール機である。機体構造や電子機器の面で高度化が進み、新しい軍用機の設計に膨大な経費がかかるようになった。そのためほとんどすべての国で戦闘機、高等練習機、小型高速爆撃機などを同一の基本設計から製作するようになった。また、技術の向上により戦闘機としても攻撃機、 爆撃機としても高い性能を両立させることが可能になり、従来のように機種を分けなくとも、双方の任務を無理なくこなすことが可能となった。FA-18 は開発当初は、戦闘機型と攻撃機型が別個に正式化される予定であったが、1機種で双方の任務をこなすことが可能だとして、名称は統合されて FA-18 となった。 F-15E は純粋な制空戦闘機として開発された F-15 の設計をもとに戦闘爆撃機として再設計されたもので基本的には対地攻撃任務専門の機体だが原型の F-15C、D にはわずかに劣るものの高レベルな空、対空戦闘能力も維持している。 F-16F-15E 新型機の収益により旧式化した戦闘機あるいはハイローミックスでローを担う戦闘機を攻撃爆撃任務に転用する事例もしばしば見られる。地上攻撃任務は制空任務に比べて損耗率が高いことから高価な機体をその任務に当てるのは費用効率が悪いとみなされるからである。そのような経緯で 戦闘爆撃機として運用された機体は、単純に爆撃能力を比較した場合は、新型戦闘機や、ハイローミックスの配を担う機体よりも低性能な、例もある。なお、ハイローミックスは、元来、アメリカ空軍において F-15、F-16、F、両戦闘機を混用することを指す用語だが、他国での戦闘機の運用、 あるいはそれに限らず、陸上戦力や海上戦力において性能が異なる、兵器を混用する場合を指す言葉としても用いられる。また、ジェット機時代のソ連空軍における戦闘爆撃機は、基本的に戦闘機としての能力は要求されておらず、戦術爆撃機としての運用に特化していた。逆に、西側の戦闘爆撃機のように戦闘機としての役割もある。 程度期待された機体は、ソ連空軍では、前線戦闘機と呼ばれた。これらは、戦闘機としての能力を優先して設計されており、西側での戦術戦闘機に相当すると、考えられているが、ベトナム戦争における、アメリカの F-4 などと、同様、アフガニスタン侵攻のような実戦では、戦闘爆撃機としての任務を与えられて、大規模に使用された。 1991年にソビエト連邦が崩壊し、それまで長く続いていた冷戦が終結し、21世紀を迎えて先進各国間での全面戦争が正規する可能性はほとんどなくなった。代わって紛争地域への NATO 軍の介入が多くなったものの、かつてのベトナム戦争等のような空戦が発生することはなくなっていた。 湾岸戦争においてもイラク軍機を多数撃破する戦果は上げているものの、コソボ紛争、イラク戦争における空戦による戦果は数期に止まっている。21世紀に入ると先進国間の全面、戦争はほとんど想定されておらず、2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件により正規した対テロ戦争においても、 戦闘機の任務はもっぱら戦略目標への精密攻撃と地上部隊への戦術航空支援であり、大テロ戦争以外においても大規模軍事行動における戦闘機による空対空戦闘は実例としては少ない。そのために制空戦闘機として F-15 の後継となるべく設計された F-22 なども限定的ではあるが、 対地攻撃能力を付与されて開発されており、戦闘爆撃機ではない戦闘機という存在は、少数派となりつつある。第二次世界大戦以降の戦闘機のほぼ全てに、爆走が施されたため、戦闘爆撃機、戦闘攻撃機として開発されたもののみあげる。アメリカ合衆国イギリス、イタリア、ドイツイギリス、イタリア、スペイン。 ドイツ、イタリア、イスラエル、インド、スウェーデン、ソビエト、連邦、中国、日本、フランス、ロシア F、A-18E タイフーン。ありがとうございます。